ビーミーさん、ビーナスの。ビーナス、そうだ。そう、ビーナスのビーミーさん、今応援になっちゃうんだけど。マジで？はい。ってやってる？やってます、やってます。ビーナス？やってます、やってます。マジで？やってます、やってます。ビーミーさん呼ぶ？マジで？昔から日本ファイターズの応援団だった。今でもやっぱり応援団やってるって。マジで？ビーミーさんです。ビーミーさん。もしもし、覚えてる広瀬。なんでもう20、30年、無理だよ。ねえ。懐かしいです。こういうものがあるんだね。今もう名護市営球場に、これ我々が初めて、名護にキャンプに来た時の写真だね。いや昔を感じるね。そしてね、初代オーナー大久保オーナー、そして大沢さん、いや懐かしいね。そして、ファイターズのこの、ね、歴史、そしてね、僕が心当たりからファイターズに入団してね、1986年からこの98年までね。うわ、これはすごい。もう我々がね、入った頃キャンプに来るともう地元の名護市民がね歓迎してくれて、さあ今年もキャンプ始まるぞっていう。だけどこの白黒がいいね、歴史を感じる。そうだね、栗山監督、ヒルマン監督、これはいいね。ファイターズファンにはたまらないね。そして現在のファイターズだね。新庄監督、お、清宮君もいる。お、万波君。30年前、30年前で俺がバリバリで、はいはい、ね、今あんなに名護球場もあんなに綺麗になったけど、はい、我々の時は、ね、まだまだ、まあ、全然ですよね。内野席も心地いいし。いやー懐かしいです。この名護球場で30数年前、本当にね、優勝目指してね、キャンプをやったのがつい昨日のように思い出として残っております。だからシークレットがあって、そのまた向かいの2階にまた素敵な小屋みたいなのがあった時に、そこで僕は知るんですよ。あ、そう、うん、そこで女の子ナンパしてて、ほらナンパしてて、いいのかな、こんなこと言って。全然大丈夫。俺の黄金パックが出てる。そういうことまで。マジか。今はもう選手もほぼほぼ出てきてるから。何でしょ。でも本当に狭いと思いますよ。これぐらい SNS とかなんとかでほらいっぱいやられてる。だから他にトラップあったりとかしてもかわいそうだよ、逆に。だから食事もあんまりできないんでしょ、うん、食事はあんまり出ないって聞いてる。もうね、もうホテルで素晴らしい食事。そうそう、あ、今年かな、一回こっちの中使ってやろうかっていう話もあったんだけど、ちょっとまた別のお客さんが入ってたもんだから、それで本当にもう人と避けるような感じで選手たちもやってますよ。じゃあマスターさ、お店の名前言って。あ、名護の鳥専門店トイトイです。今日は日本ハムファイターズが春のキャンプで宿泊する湯河布院沖縄に今日はお泊まりします。もうね、何十年ぶりかだな。本当にね、もう綺麗になったよ。我々がね、ちょうどこの湯河布院ができた頃宿泊したんです。懐かしいです。それ考えるとやっぱり昔の方が僕は好き。選手は出てきてアットホームに話し合わせるし、そう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 、でみんなとコミュニケーションというかね、飲みながらでももう夜の街が本当祭り会場だったんですよ。でもそこでも本当にもう毎日のような喧嘩があったから、プロの選手だからって言ってみんな引くは引くけど、盛んだったもん。今度警察も来ないし、喧嘩しても警察はノータッチでしたよね。あお店はぶっ壊れるし関係ないみたいな。あったよな、あったよな。
だから人間味あったよな。そうですね、逆に本当に昔は、うん、人間味って言ったらもう昔の方がありますよね、はいはいはい、違う世界になってるね。実はキャンプで我々が三十数年前日本ハムファイターズはここが昔の宿泊してた場所なんです。もう変わっちゃったんだね。今はもう湯河府院、沖縄湾がすごく立派なホテルになったんだけど、昔日本ハムファイターズはキャンプに来てた時ここに宿泊してました。古さんがいた頃の名古屋の面影はほとんどないんじゃないかな。いやそうですよね。俺なんかもうキャンプってもう2月はもうあのスロットやりに来てたもんだもん。すごいよね、あのスロットね。懐かしいな。20万30万って平均出してたから。これが名護では有名な、何百年じゃないかな、この木有名なんですよ。だから先ほどファイターズが昔宿泊してたホテルがここの近くだったの。有名な木でね、懐かしい。逆に昔の方が本当にいいですけどね。面白かったよね、本当に、うん、何でもありで、うん、よかったんですけどね。今ではやりづらい世の中になってますSNS で全部波及されるし、今だったら生きていけないのよ。すぐもうマスコミの餌食でもその時のやっぱり選手とか、その時のやっぱり社長さんとかが憧れだったんですよね。何やっても許されるみたいな、そんな感じでしたよ。あったな。さあここはブルペンです、名護球場の、ね、ここのブルペンからダルビッシュ、ね、大谷くんが世界に羽ばたいたんだよな。もうすごいよ。だから本当に20数年前ね、解説してた時にダルビッシュ、初めてここでお会いしました。何十年ぶりか。わあすごい懐かしい。後でちょっと見させて。どうぞ。大島さんってねここ来てくれてさ。あそこは結構ね見てましたよ。最近は何？全く。スカウトの方とかはね。やっぱり長年の。そうスカウトの方で選手だった方が中にはいたりもします。ね、じゃあダルビッシュとか来てなかったの？東京がいいか。あんまり出ないんで。あ、そうなんだ。へぇ、悲しいよ。ほら、ここの店長がみんなこんな本を取ってくれてました。懐かしい。懐かしい味です。美味しいです。リュウヤ、30年、ね、以上、ね、ぶりで、うん、でお孫さん、こっちが孫です。孫で、うん、もう本当にね、うん、もうファイターズ来年は優勝目指して、そうですよね、ね、頑張って、だから本当だよ、ファイターズのさ若い選手もこのリュウヤ、ね、2月のキャンプ来てよ、ね、今日は本当ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、新庄ステージにやってまいりました。来年こそは、ね、新庄監督、ここに座って優勝。